Pause, pause. あ、いいですか？そうですね。お、どうも。オッケー。喉の調子がね。今シーズンで16年のプロ野球生活を引退することになりました。本当にこの16年間支えてくださったチームの関係者の方、裏方の方、そして温かい声援を送り続けてくれたファンの方には感謝の気持ちでいっぱいです。長いようで短かった16年間ですが、本当にありがとうございました。今から2年前に2年契約を結んでいただいて、で去年今年と、まあ、もちろんプレーしていく中で年齢ももちろん自分で考えるし、でもこれはもう、まあ、自分が動ける動けないということはあまり考慮せずというか、まあ、年齢も含めてチームの若い選手たちのことも考え、で実際この2年間がどういう状況に自分がいたかっていうものも考えて、まあ何でしょう、ゆっくりとですけど気持ちの準備はしてた感じですかね、この2年間で。だから引退をするという時にどうしようかな、引退しようかしないかどうしようかなっていう感じの相談というか、まあ、そういうものは基本的にはなかったですね。もう僕はしようとは思わなかったんで、まあ、自分でゆっくり時間をかけて、まあ、納得するとかっていうことじゃなく受け入れ、現実として受け入れていこうっていう感じで、まあ、引退に至ります。周りの反応っていうのはどうですか？いや僕結構まあみんなすんなり、そうかお疲れ様だったなっていう言葉をかけられるかなと正直思ってたんですけど、結構半分ぐらいの人には、まあお世話になった方含め、OB の方もそうだし、いろんな方に、まあ、報告というかする中で半分ぐらいの方には「え、嘘だろ」って言われて、正直僕は意外な反応というか、お前をまだなんとかしてやれるだろう、
やれよっていうのを、まあ、言っていただいたので、なんかお前は本当にそれでいいのかって、お前が本当にそれでいいなら俺はお疲れ様って言うけどっていう言い方をされたので、なんかこう引退の背中を押してもらうつもりがんってなりました。今の話の前、当然こうドラゴンズのユニフォーム以外で現役を下げるという選択肢としてはあったと思うんですが、そういったあたりの決断どうだったんですか？僕の頭にはそのプレイヤーとして違うユニフォームを着てっていうのは、まあ、いろいろなことを考えて、40歳という年齢もまあもちろん考えてっていうのもありますけど、まあ、そういう形で現役を続けるっていうのは正直ほぼなかったですね。なんでそうやって周りの方に言われた時に、ああそういう可能性を最後まで探るっていうのも一つだし、そういう方も今まで引退された方いっぱいいるしっていうのは思ったんですけど、まあ、でも僕自身の中でプレイヤーとしてよその球団のユニフォームを着るっていうことはまあちょっと考えられなかったですね。言い方を変えればドラゴンズのユニフォームで現役生活を終えたかったということで、まあ、そういうことになりますかね。そんな綺麗なあれじゃ言ったかわかんないですけど、まあ、でも結果的にはここまで来て、うん、ここまで来てっていう思いはありました。ここまで16年40歳まで面倒を見てくれた球団に対してプレイヤーとしてよそでっていうことを考えるのはちょっと違うのかなっていうのがやっぱりあったので、ただ体は元気です。16年長い月日が経ちましたが、ご自身で振り返るこの16年の年月というのは、はい、プレイヤーとしてどんな日々だったんでしょうか？まああれですね、思い描いたものとはもちろん違ったことが多々ありましたし、よく言われるもっとやれたのにっていう気持ちが絶対引退するときには出るってよく聞きますけど、僕もやっぱり同じでしたね。なんかもっとこうしたらよかった、ああしたらよかった。でも特にやっぱり落合監督の時にもう少し僕がこうなんていうんですかね、いろんな意味で素直にというか、なんて言うんでしょう、大人だったというか、したらそれがもう少しそこが僕がなんかこうあの時に人が向けれてたらもっとこうだったかな、ああだったかなっていうのが今となってはですけど、ね、思うことはあります。僕が最初入団した時が落合監督だったので、まずこの世界に僕が入るきっかけになった方ではあるのかなっていうのも思うし、でも僕をすごくまあなんですかね、落合監督が取っていただいてそこで優勝争いさせてもらって、でそこからまあ、監督何人かの監督にこう選手として関わってきましたけど、一番なんかこう何ですかね、これいいんですかね、こんな話して、なんか一番僕が何て言うんでしょう、僕を輝かせてくれた方は僕は森さんって思ってます、正直。だし、何でしょう、というより僕が一番期待に応えれたのがたまたま森さんの時だったのかもしれないですけど、他の監督の方にはもっとこうなってほしい、あんってほしい、こういう結果を出してほしいって思ってもらってることに応えれてなくて、自分も歯がゆい思い、情けない思いしながらやっぱりプレーしてきて、でも自分の中で一番なんかこう仕事ができて、その答えることができたっていうのは森さんなのかなっていうのはあります。去年今年と、まあ、なかなか一軍のチャンスを手にすることができない2シーズンだったと思います、はい、非常に精神的にも苦しいシーズンを過ごされたくらいだと思います、
サイドのこの2年というのはどんな思いですか。何ですこれ、3時間ぐらい話すけど大丈夫ですか。でも普段今まで正直あまり接する機会のなかった若い選手と本当に一緒にプレーする時間、過ごす時間が長くて、よく現代っ子だとか言いますけど、今の子だねとか、それってどういうことかっていうのをもう身に染みて分かる2年間だし、でもその子、そういう若い選手たちが本当になんか頑張っている姿とか、あと何かこうアドバイス求められたらきちんとそれに対応したり、なんかこう今まではやっぱりプレーヤーなんで、今まではとかももちろん引退するまではもちろんプレーヤーなんですけど、この2年間っていうのは自分がこういうことをもっと早く気づいてればなとか、知ってたらなとかっていう思いで、いろんなことを経験したからこそのものっていうのを若い時に気づけてたらどんなに違うかなって思うことがやっぱり長くやらせてもらったわけであったので、そういうものをやっぱり若い選手に伝えることができたかなと。だからそういう意味では今まではプレイヤーとして、例えばじゃあ2軍にいます、1軍に自分以外の選手が上がるっていうことに対してはもう悔しさしかなかったし、でもこの、この何ですか、3年間ですかね、頑張っている選手だったり、こう一皮むけそうでむけないけど、あ、これきっかけになったかなって思うような選手とかが一軍に、明日から一軍に呼ばれたんで行ってきますって言われた時に、悔しいとかっていうのは全くなくて、本当に頑張ってこいっていう、思いで、で、一軍でプレーしてた若いとか中堅のやつが二軍に来た時もやっぱ話す機会も多くて、でいろいろ話をして、で、あだこだあだこだ話をしながら、その選手がまた一軍に行ってきますってなった時はやっぱ本当に頑張ってこいっていう思いで言葉をかけたり、そういうふうになったということは、僕が自分自身選手としての舞台から、ゆっくり降りてたのかもしれないですね。なのでこの3年間は、最初それまでの13年とは、違う3年間を過ごしたんじゃないかなっていうのはありますね。愛知県は豊岡市でお生まれになって、はい、でも地元球団で、はい、地元のファンの皆さんに愛されながら過ごした16年だったと思います。特に地元豊岡市では大変な活躍と人気がございましたが、この愛知県のファンの皆さん、豊岡市のファンの皆さんに思うことってありますか。ずっと僕豊岡市で結果出なくて、初めて豊岡市で試合やるって言った時もすごい応援来てくれて、すごい声援をくれてっていう中で、なかなか結果が出ず、やっと結果が出た、ヒットが出た時にサヨナラホームラン打って、その次の年に逆転スリーラン打ってっていう、たまたま重なって、まるで豊橋でめちゃくちゃ活躍してるみたいに言ってもらってますけど、そんなでもないですね実は。だけど間違いなく言えることは、僕の成績はそんなでもなくても、いろんな球場行きましたけど、一番声援を送ってくれるのは市民球、豊橋市民球場だなっていうのを今でも、感じますね。だし、なんて言うんでしょう、本当に球場全体が自分の味方でいてくれるというか、なかなかやっぱ本当の地元で試合できるってないっていうのが分かっている中で、毎年のように本当に自分の地元の少年野球で使った球場で試合ができて、みんなが応援来てくれてっていう、本当に幸せだったなっていうのは思ってますね。はい、またこれで強き時代を知る選手の一人、チームを去るということになりますか。もうどうですかね、僕はもう本当に今の自分が落合監督の
時のチームの中でプレーしてたら、強いチームで試合で一緒に本当の意味で戦力としてプレーできてたらあれなんですけど、当時はもう僕の最初の6年、もちろん試合でずっと出してもらってた時もありますけど、でもやっぱ勝たせてもらってる、先輩たちに勝たせてもらってる中で一緒にいさせてもらったっていう、自分がその勝ちに貢献したんだ、その年6年間、僕6年間多分一緒にプレーさせてもらってますけど、6年間自分がその勝ちに貢献し続けてきたんだっていうわけではなかったので、だからなんか強いドラゴンズを知るみたいなのって、僕は強いドラゴンズについていってたという感じなので、あまりなんかこうその言い回しが僕は正直しっくりこないというか、なんかやっぱりある程度年いって自分がチームの中で引っ張る立場になった時に強いチームを強くいたかったなっていう風に感じるし、その当時レギュラーでバリバリやってる先輩たちにこう、まあ、勝ちを経験させてもらったことを伝えるっていうことはできるだけしようっていうのはしてましたけど、だからそういうのも考えるといろいろとこう歯がゆさがやっぱどん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 出てくるので、今はあんまり考えないようにしてるんですけど、でもだからさっきも最初に言った通り、あの時にもう少し僕が選手として一皮も二皮も向けてたらもっと違う思いで入れたのかなとかは思いますね。まあ、逆に今ドラゴンズは、まあ、チーム全体として若返って、はい、ちょっと成績はい、苦しんでいる感じが続いています、はい、まあ、藤井篤としてこう後輩たちに託したい思いとか、そういう考えは本当にいい選手がいっぱいいると思うんですよね、若い選手って。今の中日の若い選手、25歳以下の選手たちって、なんかこう、皆さんが多分思うよりも、すごい可能性を秘めた選手多いと思うんで、なんかこう、いい空気を作ってというか、そういう選手、若い選手たちがきちんと厳しさはやっぱなければダメだと思うんですよね。若い子に合わせてなあなあな空気ではやっぱりドラゴンズというチームはダメだと思うんで、厳しさの中にもでも、まあ、楽しさというか明るさというかがあって、若い子たちが、まあ、のびのびやれとは言わないですけど、能力を発揮できるようなそういうチーム環境というか空気を、まずは今あのベテラン中堅の選手で作ることによって、若い選手が伸びてきたらすごい楽しみだし、めちゃくちゃ強くなると思うんで、なんか優勝旅行に行けるように、優勝旅行っていいよっていうのを経験してほしいなっていう思いが一番ある。13日のセレモニーということになっていますが、どんな姿を最後お見せしたいでしょうか。どうですかね、まあ、うん、寂しそうじゃない姿がいいですね。なんか、あ、藤井篤らしいなって思われるようなユニフォーム姿でいたいですね。最後、笑ってお別れ、笑えるといいですね、本当に。ちょっと今日泣く準備してきたんですけど、あんまりちょっとなんか泣ける話が森さんからちょっと出てこなかった。みんな結構引退会見泣いてたんで準備してきたんですけど、まあ、僕が多分感動エピソードがなさすぎたっていうことだと思うんですけど、まあ、でも最後どうなんでしょう、ユニフォームでみんなと最後の挨拶をしたらちょっと来るかもしれないですけど、今は笑ってというか、まあ、のお天気な明るさのままでいたいなと思います。 ありがとうございました。これ1回です。あれですか、思いは。悲しいな、涙出るよ本当に。
結構伝えられました。全然言いたいことなんてやっぱ反対時はな、言えるもんじゃないし。でもいろんな人に出会ったな。しかしな、ファンの方々には次はもうセレモニーになりますけど、いやもう、どういう風になるかわからんすよ。セレモニーなり、まあ、プレーするならプレーするなり全力でいきます。まだでも今何時？今1時ちょっと過ぎぐらいです。あ、本当？またいい。タイプが違う、タイプが違う。長いね、前田に託したって言ってたって言ったけど何よ何よか知らんけど、前田に託しました、あいつ。あ、メンツ、頑張れ。まあ、13時だな。泣くのは13時にしてくれ。みんな、一人であっちのやつだって。泣くのは13時。じゃあ13日は皆さん泣く準備してみてくださいね。失礼します。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、また。ありがとうございます。